姿を現される。だがその前に招かれざる客が来たようだ。さあ皆で歓迎しようではないか。久しぶり。忙しいに決まっている。そういえば何か俺たちにできることはないか。ゲハ、やむを得まい。おお、頼んだぞ。あんたか、今日は何の用だ。久しぶり。どうかしたのか。おお当然だろ。何か俺たちにできることはないか。実はな。なんだって。確かに。もっといいんじゃねえのか。そうじゃない。どうなってるんだ。ひょっとして。そんなはずはない。しょうがねえな。それじゃ始めるとしよう。ではよろしく頼む。いやまさかな。そういえば、行こうぜ。おほ。ひょっとして。なおい。おお、よく来たな。一緒に調べてみてくれ。それじゃ始めるとしよう。さてそれじゃ。おお。そんなはずはない。なんだ。確かに。おお。そこまでだ。そうです。なんだ。絶対に戻りません。黙れ。感謝する。くそ、惜しかったな。どうして私は。誰だお前は。ここは危険です。ひとまずここなら安心です。
ではお話ししますね。どうしたんだ？大変なことになるかもしれない。おお、そういえばひょっとして。そうじゃありません。なんだそれ。え、ぐぬぬ、要するに。そうです。何バカなこと言って。なんでもねえ。ん、証拠なら。あ、あっちに行ったぜ。急ぎましょう。猫の姿は辛すぎる。お前も猫と暮らしてみろ。もうこの話はやめよう。うひゃ、しょうがねえな。誰だお前は。やっちまうぞ。ひこれで信じていただけますか。そうだな、ひとまず戻ろうぜ。はん、おお。ごめんなさい、お力を貸していただけませんか。修道会の証が必要です。むむむ、今は彼らの力が強すぎるんです。わかった。ごめんなさい。ああ、そうだ。久しいな。ひょっとして。もしや。そういえば世界を救った。え、なんだって。そうではない。なんだ、まさか。壺魔人のところに行ってみてはどう。お、そうか、よし。ちょっとあんた。おほ、あかん。まさか。ちょっと手伝ってくれへん。はん。むむむ、おお。毎度。なあなあ。ん？わかった。ほう。こんにちは。あ。わかった。おほ。
待ってな。ふん。ふん。くそ、どうしてわかった？ふざけんなよ。こうなったら、なぜだ。そういえば、実はだね。聞きたいことがあるんだ。ひょっとして？もちろん知っている。ただで教えるわけにはいけ。手伝ってくれないか？くんなんな、しょうがねえな。おお、ご苦労だった。さあ早く説明してくれ。実はだね。何の音？まあまあ落ち着きたまえ。遠い昔、空島にいた一人の魔人が世界を救った。人々は彼のことを黄昏の魔人と呼び褒めたたえた。ある日、黄昏の魔人はこう考えた。自分がいなくなってしまったら誰が世界を守れるのか悩んだ末、彼は一つの結論に至った。自分の死後に現れる新しい英雄のために、自らの力と意志をある武器に込めて封印する。しかしその過程で魔人さえ想像できなかった恐ろしい出来事が起こってしまった。実は黄昏の魔人も邪悪な心を持っていた。それを意志の力でどうにか抑え込んでいるに過ぎなかった。そう、彼は自分の意志を武器に込めたせいで邪悪な心を制御できなくなって、忌むべき存在になり果ててしまった。そういえば、そうだ、まさか。ふむ、チェッ、とにかくだ、絶対に。わかった、早く。お待ちしていました。心配したんですよ。え、お前の言う通りだ。さて、それじゃ。おお、そうです。騙されないでください。あれは偽物です。うわ、え、何を言っているんですか？偽物のくせに。うわな。私が本物です。違います、私を信じてください。私を信じてください。ふざけんなよ。よし。どういうことですか？当然だし。みんなもう隠れて。裏切りの対価を払ってもらうぞ。裏切ったと思われるんですか？
ってんだ。そうです。くぅ、私は砂漠の部族の出身です。正義の魔人を復活させると言って活動していたんです。でも全て嘘でした。はぁ、ダメです。魔人を目覚めさせることができます。その時古代の魔人を倒せば浄化できます。修道会の証が必要です。ひょっとして。それもありますが、私では力不足です。このランプを差し上げます。浄化された力が蓄積されれば、古代魔人の力を使うことができます。よし。こっちだ。早く行こうぜ。